ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。仮想通貨の決算店舗が増えてきている中で、なぜアマドン今日どうしたんだろう。今日ポンコツだな。アマゾン言えないってすごくないですか。アマドンって言っちゃったアマドンって言っちゃったよ。どうしたの今。この名シーンですね。可愛いけどね、アマドンって。アマドン、アマドンは来ましたね。なぜアマゾンやアリババのような大企業は仮想通貨決済を取り扱わないのでしょうか。今後アマドン多くの需要が見込まれると思っていますという質問です、はい、名前だけは頑張ります。はい、ということで本日のゲストご紹介します。仮想通貨の税務問題を解決するガーディアン提供の株式会社エアリアルパートナーズ代表取締役の沼澤健人さんです。よろしくお願いします。名前だけはきっちり、ありがとうございます、はい、よかったです。じゃあ先に回答いっちゃいます。さあ私は、はい、急いで導入するほどの、決済シェアを取らないと思ってるからではと、うんうん、ただ決済ってに使い勝手悪いもんね。今のところあの、うん、悪いものが多かったりするのが実情かもしれないですね。そうそうそう、だから、うん、そういうその決済用のビットコインみたいな、その、まあ、例えばライトニングネットワークとか、あのそういうものが、うん、まあサービスとして出てきて、はい、っていう話なんじゃないかなっていう。確かにそれはあるかもしれないですね。今、うん、あの仮想通貨投資によってその財を成した方が、まあ、仮想通貨で決済したいっていうニーズ自体はこう膨らんでると思うんですけど、うんうん、そこを解決するあの技術的なところであのベストな解決策ができてるとはまだ私も思ってないので、うん、今あの我々が提供しているサービスでも仮想通貨、まあ、ビットコイン建ての決済とかっていうのを導入してるんですけど、うん、まだまだあの割合としてはこれからだなという印象がやっぱありますね。だけどね、俺結構、はい、その友達間の決済にはすごい使うんだよね。友達間の決済、ああだからなんだろう、現金持ってない、だ例えば現金しかダメな飲食店ってあるじゃない、うん、ありますね。で俺ちょっと現金持ち合わせないんだけど払っといてっつって、うん、あなるほど、ね、その食事代の割り勘を払うとするじゃない、うん、で払った後なんかどうやって送ろうかっていう時に、うん、なんか銀行口座ってめちゃくちゃめんどくさいのよ、うん、だからいやみんなめんどくさいって慣れてるっていうか、慣れてるというよりはめんどくさいことに慣れてる、うん、あーわかるわ、うん、だからみんなめんどくさいことに慣れてるから、うん、めんどくさいことを平気でやっちゃうわけよ、うん、で俺なんかに言われるとまたそれをディスられると、なんでこんなめんどくさいことずっとやってんのって言うとむってみんな思っちゃうけど、でもだっておかしくないこの時代に、うん、三井住友銀行を六本木支店の普通口座何番に送るみたいな、うん、その情報を全部入れなきゃいけないわけじゃん。あれめんどくさい。しかも入れるときに俺ま未だにこれは本当謎なんだけど、はい、ウェブを開発してるやつ頭おかしいんじゃないかと思うんだけど、あの銀行の支店名を全角カタカナで入れてくださいみたいな。あるある。ありますね。六本木って漢字で入れたらエラーが出るわけ、うん、バカじゃねえのかこの時代に。だって今そういうもう JavaScript のそういうなんかあるのよ、うん、モジュールっていうか、はい、その普通に使えるやつが、はい、それ一発一行組み込めばいいのに、なんで組み込まねえんだろうなと思って、うん、いやだからもうそういう意味で言うと、ビットコインの送金ってあのウォレットの QR コードをかざしてピッて終わりだから、うん、めっちゃ簡単なのよ、うんうん、まあ二段階認証とかしてて、うん、その二段階認証のアプリを立ち上げてコピーして、うん、まあ、タップワンタップでコピーできるん で、うんうん、でそれをペーストするっていう手間がかかるけど、うん、それはでもね銀行振込でも一緒ですからね、今スマホで振込む時って二段階認証大体入ってるんで、うん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 、っていうことです。っていうことでした、うん、はい、ということで、はい、最後カメラに向かって告知をお願いします。はい、
エアリアルパートナーズでは仮想通貨投資による税務の困ったを解決するためにガーディアンとジタックスという2つのサービスラインを提供しています。会社の公式ツイッターアカウントから情報発信を都度していきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆さんまずはツイッターフォローしてみてください。それでは最後に HIU ニュースに参りたいと思います。ホリエモン、六本木ホリエモン万博が終わったつかの間、2月17日には沖縄県うるま市の N 高等学校にてホリエモン祭りが開催予定です。六本木ホリエモン万博は遠くて行けないと諦めていた方も、ホリエモン万博行った方も楽しめること間違いなしということで、いいな沖縄だってはい、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、メルマガ登録お願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容を読み上げたページが今